大阪駅北地区。大阪駅北地区は、JR 大阪駅の北側にあった、梅田貨物駅を中心とする地域のことである。通称、梅田北ヤード。特定都市再生緊急整備地域、都市再生特別地区の適用可能地域に指定されており、現在再開発が進められている。再開発地域は、大深町の大部分を占めている。なお、この地域を、 北梅田と呼ぶ場合もある。再開発を行う地域全体の新しい名称は、梅北、梅北と2011年に実施された公募、投票により決定、また2013年4月に開業した先行開発区域の施設名は、グランフロント大阪、今度フロント大阪である。大阪駅近郊の開発中の商業区域であり、大阪駅北側にあった、 梅田貨物駅付近のコンテナヤードは大阪最後の一等地であると言われている。梅田北ヤードの総面積は約24ヘクタールで、そのうち約7ヘクタールが先行売却され、先行開発区域として、グランフロント大阪が2013年4月に開業した。また、北ヤード隣接地の旧大阪鉄道管理局跡、一時期、JR 西日本本社には、 2001年11月に商業複合施設ヨドバシウメダが開業している近畿の山岳館で構成する大阪駅北地区町づくり推進協議会では同地を市民が憩いを楽しめるゾーンと産業活性化のためのゾーン商業施設のゾーンなどに分けて整備を進めていくことがまとまった関連記事に大阪日日新聞掲載最初は東側の区域を 先行開発区域と位置づけて2005年度の着工を目指し、2013年4月に開業。西側はそれから5年前後遅れて整備を進める予定という2015年度から。梅田北ヤードの約70%の面積を占める梅田貨物駅を、水田奏車場跡地50.2ヘクタールへの全面移転する当初の計画に騒音。 大気汚染などを懸念していた地元が反発した。そのため1999年に大阪市内にあるくだら貨物駅13.6ヘクタールに貨物駅機能の半分を移転させることで事業主体の国鉄生産事業団、現鉄道建設、運輸施設整備支援機構、関係自治体などが基本協定を結び環境影響評価などの手続きが進められていた。 そして2006年2月10日に関係5社の間で貨物機能移転計画の着手合意協定書が締結され2006年度の早期に全面着工することが決まり2010年度中に貨物機能の移転を完了する予定となった。しかし、水田市の住民投票を求める水田市民ネットワークなどの移転に反対する市民団体、住民は 住民投票を求めており、住民投票条例案の提案に必要な約6000人分を上回る約4万人分の署名を集め、条例の制定を水田市に直接請求した。このため、坂口義雄水田市長は、条例案制定に反対する意見書をつけて、臨時議会を召集し、2006年4月17日から審議していたが、2006年4月24日に、 建設委員会において採決が行われ、委員8人中5人が反対票を同時反対多数で否決された。また、2006年4月26日に、水田市の臨時議会で、住民投票条例案の採決が行われたが、反対票24、賛成票11により、反対多数で否決され、これにより、移転問題は決着した。西側の区域は、 梅田貨物駅移転の遅れもあり、具体的な構想は2012年時点でも立てられていないが、2009年12月には、日本サッカー協会が2018年及び2022年の FIFA フフワールドカップ招致を野に入れた8万人収容、うち4万人分は仮設の梅田北ヤードスタジアム構想を発表し、大阪市など関係各所に働きかけを行っていた。しかし、 開催地を決定する投票で日本は落選したことで、当時の橋本徹大阪府知事が、スタジアム建設に反対の姿勢を示した。これに対し、平松国大阪市長は反発し、サッカー協会のさらなる提案を待ったが、協会からの提案はないまま2011年1月、市長は、スタジアム構想の撤回を表明、橋本府知事や関西経済同友会が提言する。 緑地構想に同意した。なお、検討されている新駅はこの区域の地下である。JR 大阪駅周辺の梅田地区では、2000年代後半から百貨店の建て替えなどによる再開発が各所で行われている。大阪駅再開発事業となる大阪ステーション式が2011年5月に開業した。北ヤードに面する北側には高さ150メートルの 構想オフィスを含む複合ビル、ノースゲートビルディンが完成。テナントには、百貨店の三越や、シネマコンプレックス、フィットネスクラブなどが入居する予定であったが、百貨店については、三越伊勢丹ホールディングスが出資する、JR 西日本伊勢丹が運営し、店名は、JR 大阪三越伊勢丹となった。その後、業績不振により同店は2015年4月1日に閉店。 翌日からは、ルクア1100として、リニューアルをオープンし、隣接する、ルクアと一体的な商業施設、ルキュア大阪として運営されている。さらに2005年1月、大阪駅南側のアクティ大阪に隣接する形で、地上15階建てのビルを増築させることが決まり、ここに、大丸梅田店が、増床出店、当初の売り場面積、4万平方メートルの、 6倍に当たる6.4万メートル相当の売り場面積に拡大することが発表された。愛称も新たにサウスゲートビルディングとして2011年3月に完成、その後大丸梅田店も同年4月19日にグランドオープンした。阪急百貨店梅田本店もこれらの再開発計画や施設の老朽化が著しいことなどを受けて2005年2月に 同梅田店を地上41階地下2階建て、高さ187メートルのオフィスビルをはじめとする、新、梅田阪急ビルに一新することを発表した。阪急百貨店では、工事期間中も引き続き営業しつつ、段階を追って、改築工事を進め、まず南側部分を、同年夏から取り壊し、改築が行われ、2009年9月3日に、第1期分が先行開業した。 オフィスタワーを含めた南側部分は翌2010年4月に竣工。その後、残る北側部分の取り壊し、改築が行われ、2012年11月21日にグランドオープンした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。